はい、銀です。今日紹介するのはこちらになりますね。遊戯王マンチョコ2ということで、はい、実際にね、3月28日ぐらいかなに発売してたあのビックリマンチョコシリーズの、今回は遊戯王とのコラボの第2弾ということで、僕第1弾知らないんですけど、第2弾が出てたので、で、あとね、もうこの3人がね映ってたので、まあ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 、もう引くしかないということで、こちらをね、4つだけ買ってきました。偏りがすごいんですけど、一応ね、YouTube 用に、こっち側の、全然知らない側の、キャラを、一袋と、遊戯が映ってる3袋を買ってきましたので、早速、開けていきます。よし。早速、開けていきましょう。遊戯王マンコレクターシールかな？全20種類。テレビアニメ遊戯王シリーズデザインということで。はい。ロッテさんから出ているお菓子になります。よいしょ。遊戯王シリーズのキャラクターがキラキラシールで登場。全20種類。シークレットもということで。シークレットなのにシークレットの名前映ってんのこれ。シークレット闇遊戯とオーシリスの天空竜ってこと？これ映ってていいのこれ。そうなんだ。そうなんだ。はい、それではね、まあ、つべこべ言わず、早速、開けていきましょう。よいしょ。ちょっと楽しみだな。知ってるキャラが出てほしいんだけどな。よ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 いしょ。さて、知っているキャラが当たるでしょうか。よいしょ。1枚目。ピラ、あ、よ、裏向きなのね。よ、知らなーい。知らなーい。誰、あなた誰。ズブイ・ジョー&ブライド・ベル・グレクイエムということでね。全然知らないな。マジで？マジか。全然知らない。これなんていうシリーズなんだろう。なんていうシリーズなんでしょう。ナンバー20のシールが当たりました。ユーディアスの元上官であり、とある目的のために暗躍しているギャラクシー族モンスターを使用し、エースモンスターはボイド、バルク、レクイレムということでね。全然知らないよ。ごめんなさい。ごめんなさい。全然知らない。でもすごい、かっこいいな。かっこいいキャラですね。なんならかっこいいモンスターですね。なるほど。なんか、遊戯王というよりも、なんかデュエルマスターとかに出てきそうなモンスターですね。これあんまり触れちゃいけないか。はい。ということで、1枚目、こんな感じです。ああ、1枚目だし食べるか。いや、食べるのいらんな。絶対食べるのいらんな。なんか、いつしかのあのね、なんだっけ、なんだっけあれ、呪術廻戦か。食べたもんね。あれ絶対いらんかったよね。とりあえず袋に入れるか。とりあえずね、撮影終わったら食べたいので、一旦袋にしまいますね。テロップで出しませんよ。スタッフが美味しくいただきましたは出せませんよ。食べるので、僕が、スタッフじゃなくて僕が食べるので。それでは、2箱目。これどっちから開けた方がいいんだろう。こっちでいいのかな、もう普通に。なんか買った。あ。硬くなかった。よいしょ。いや、なんか硬いな。どっから開けるのが正解なの、これ。いや、硬いな。なんなん？最近のやつってこっから開けへんの。いいですね。イライラする。なんでこれ。ちょっと待って。ハサミでちょっと切ってきます。なんなら、あと3枚、ハサミで切ってきます。はい、それではカットし終わったので開けていきます。よいしょ。さて、2枚目は、ピラ。やばいぞ、これ。大丈夫か？よいしょ。ピラ。知らん！誰？マジで？知らん人ばっかりなんだけど。黒崎駿。なんかすごい、なんか、名前だな。レイドラブダ。
ラプターズ・ライズ・ファルコンということで、2枚目のカードも知らないなぁ。知らない、そんなに、エクシーズの時のアニメは見とらんなぁ。さらわれた妹ルリを探すためエクシーズ事件からやってきたデュエリスト。転生者。なるほど。レイドラプターズライズファルコンをはじめとしたレイドラプターズモンスターを使用するということで、知らないな。レイドラプターズっていうのも知らないです。ということで、2枚目も、ね、わかんないイケメンキャラが出ましたね。この子もなんか機械っぽいな。なんかさっきの子もモンスター機械っぽかったね。はい。ということで、2枚目も、わかんない子が来ちゃった。これ大丈夫？そんなに遊戯めっちゃレアなんだな。遊戯めっちゃレアなの。そんなことある？そんな。はい。それでは、3枚目開けていきまーす。大丈夫これ。僕の知ってる遊戯を出る？知らん！おい、3枚目も知らないか。なにこれ？マジで？そんな渋いの？いや、わからん。ゼアルナンバーズ、ナンバーこれ。ちょっと待って、裏。39?39? どっちなんやろ。希望、ビヨンドザホープ。ゼアルっていうのがキャラクター名もしかして。ゼアル&、なるほど。すいません。僕そっから知らないですね。エクシーズチェンジゼアルにより、ユーマとアストラルが一体となった姿って何ですか？ユーマってのはすごい日本人っぽい名前なんですけど、アストラルってのはすごい、海外みたいな名前の人なんで。フュージョン的なやつか。一体ってこと。そんな要素あんの？遊戯王って。いつからドラゴンボールに。遺体となった姿、限界を超えたホープ、ナンバーズ39、希望をビヨンドザホープを使用する。全然わからん。いや、やばいな。3枚ともわからんぞ。おい。4枚買えば出るやろうと思ってたのに。なんなら、ね、遊戯とか買い場が1枚でも出てくれれば、めっちゃ話盛り上がるのに。意味わからんやん。ちょっと待って。よいしょ。なんならシールは可愛いんだけど、シールはめっちゃ可愛い。ビックリマンチョコのね、ああいう感じのイラストって感じはするんだけど、キャラクター全然わかんないんだよね。4枚目いきます。大丈夫かこれ。なんか表紙の子やけど全然わからないです。はい、4枚目もわからないカード来ました。カードじゃないや。マジ？薄いやん。4枚とも知らんて。ユーディアス。ユーディアス&ギャラクティカ・オブリビオン。ということでね。マジか。知ってる人からしたら本当に申し訳ないんですけど、全然知らない4人が出て、僕は困惑しております。ベルギャー星団からやってきた宇宙人？ラッシュデュエルは初心者だが、ギャラクティカ・オブリビオンをはじめとしたギャラクシー族モンスターをやつる。宇宙人？なんか耳生えてるわ、確かに。遊戯王ってもう人間じゃないの？遊戯は、まあ、一応人間だな。遊戯王ってもう無理だ。人間無理やから宇宙人になったの。一応みんなあれじゃない？ちゃんと、この3人はほら、妹ルリーって書いてあったりとか。でもなんかフュージョンする人おるから、じゃあもうあれなんか宇宙人ってことなのか。世代は宇宙人の遊戯王なんですかね。はい。ということで、この4枚が、当たりました。なんと、僕が知っている、遊戯王のキャラは1枚も出ず、すごい悲しい状況になってしまいましたが、でも本当に、知らないキャラとはいえ、すごいね、可愛いので、可愛いし、めっちゃね、こう、デフォルメされてるんで、まあなんかやっぱりね、ビックリマンチョコなんで、どこかに貼ったりとかして、なんていうのかな、
結構映えるシールなので、まあそこは良かったのかなと思います。まさかの、僕どこまでしょ？ 5Ds とかまで知ってんじゃないの？あれ？嘘やん。というね、遊戯王マンチョコ、2の、開封、4枚だけね、買ってきて開封してきたよという動画でした。はい。この動画が良かったなと思った方は、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。一応ね、多分、今でも遊戯王追ってるよっていう方は、結構引いてみるのがいいかもしれないですね。もしかしたら。なんかね、この子が唯一微妙に知ってそうかなって感じ。ホープは、なんかギリギリ知ってるかなっていうぐらい。でも、このビヨンドザホープは全然知らないけど、ぐらいなので、もしかしたら、今でも遊戯王追ってるよっていう方は、もしかしたら今回の2、遊戯王マンチョコ2をちょっと買ってみて、もういいのかなとは思いました。僕の知っている遊戯王は一個も出なかったですけど、はい。ちょっと悲しかったです。はい、終わっていきます。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。